ジェームズ・イネル・パッカーは、イギリス生まれの牧師。成功海外、カルバン主義の伝統を持つキリスト教神学者。カナダのブリティッシュ・コロンビア州バンクーバーにある、レジャン・カレッジの教授を務める。北米で、最も影響力のある福音派の一人と言われた。駅員の息子として生まれたが、オックスフォード大学の奨学金を得た。1955年に PhD。オックスフォードで、 C.S. ルイスの影響を受ける。オックスフォードインテルコリー・ジェット・クリスチャン・ユニオンで検診した。オークヒル神学大学でギリシャ語の教鞭を取った後、1949年にウィクリフ・ホールに入学。1952年にイングランド国教会の出自。1953年に死災。クリスチャニティ・トゥデイの執筆者。著書神については、 英語圏のキリスト教書籍のベストセラーになった。1978年には聖書の無誤性に関するシカゴ声明に署名。この声明では聖書の無誤性が確認された。彼は福音派を代表する神学者の一人とみなされて、きたが正当的なプロテスタント教理を放棄するべきでないとしながらもエキュメニズムに理解を示したために、 福音派内部から強い批判を受けた。エキメニカル派の対立後が福音派であり、自由主義進学主導のエキメニカル運動と福音主義は相入れないものだと捉えられてきたからである。ありがとうございます。